どうも、東海釣り三昧です。今回はね、ヒスの投げ釣りです。前回とね、同じ場所に来てるんですけどね、ちょっと悔しい思いをしたので、朝6時半ぐらいです。時計忘れちゃった。前回はね、お昼過ぎから来たんですけど、今日は朝一で。相変わらずゴミが多いね。まあここはね、仕掛けを置いて投げないので、もう本当にすぐそこにね、定置網が入ってて、定置網の手前しか探れないので、どの道そこで釣れなかったら移動します。ちょっとね、まあ多分いると思うんだけど。じゃあね、ちょっとね、準備します。今回はちょっとね、前回の反省を生かしてね、せっかくかけても手前で引っかかるっていうことがあったんで、もう完全に浮き上がり重視の天秤を作ってきました。ジェット天秤を改造したやつです。羽根付きのフロート付き、これでいこう。一応25号、重たいかなと思ったけど、まあ他の場所でも使えるんで、25号だったらね、ある程度遠投も効くし。それではね、始めたいと思います。一応ね、もう天秤がこうやってフラフラしちゃわないように、もう軸に固定した状態でね、あんまりブラブラしない、ブラ天秤じゃなくてね、もう L 字固定 L 個で、若干ね、上下に誘導するような天秤になってます。よし。で、またね、例のごとく4色以上投げちゃうと引っかかるので、4色だったらフィンガープロテクターなくてもね、大丈夫ですね。仕掛けは置いた方が絡まりにくいんだけど、まあいっか。よいしょちょっと近かったかな。3色半、まあ多分当たるでしょう。当たらなかったらどうしようだな。もう当たってる。でも目ごちだな、これ多分。いや、涼しいな。朝一は涼しいね。本当はね、表浜行こうと思ったんですけどね、表浜あんまり調子が良くなさそうだったんで、昨日。お、当たった。で、この天秤ね、昨日の夜作って使ってみたかったので、まあ、今日はこっちにしました。お、当たるね。ちっちゃいね。でもお、なんか食った、なんか食った、なんか食った。お、なんだなんだ、お、なんだ、しまった、鳥だ。とりあえずキスいました。これ多分あれだね、釣ったキスを鳥が ついたのか多分。
いやー、1投目からなんかなかなかレアなことになったな。鳥はねちゃんと逃げてったけど、多分ね釣ったキスにね鳥が食いついた。まあ大丈夫でしょう。ミニ穴が開いてたらやめようかと思ったけど、砂釣りもくちゃくちゃになっちゃったんでね、形状記憶合金の砂釣りに変えてみようかな。根掛かりしたらめっちゃもったいないけど、でも絶対絡みにくいもんね、こっちの方が。よっしゃ、気を取り直して、よし、さっきと同じような場所で。もう一回。引き直してみます。あ、当たるじゃん。いきなり当たってるわ。当たる当たる。でも、天秤が違うからかね。当たりの感じが全然違うね。やっぱりブラ天秤と、L 型固定だと全然当たり違うの。砂釣りによる差はそこまでなさそうかな。当たりは多少高感度になってるはずなんですけどね、伸びが全然ないから。やばい、この辺から岩があるな。よいしょ、ふっと持ち上げて巻いてくる。なんだあれ、なんだあれ、目の前の魚が泳いでた。なんだあれ、あ、すごいね、すぐ浮き上がるね。ずっと水面を天秤が泳いできてくれる。あ、全目か。キス、全目、全目、キス、キス。ちょっと型がちっちゃいね。お、全目が今日こんだけ釣れそうだと今日は煮付けができるかな。やった、5本針で5匹です。当たりがシビアだったな、意外と。キス5連じゃないのは残念だけどね。まあ全目もこの前煮付けにできなかったので、全目ちょっといいサイズだな。これぐらいがいいわ、煮付けにするなら。ヌメヌメが映るの嫌だったらね、ビニール袋に入れて別にした方がいいんだけど、まああんまり気にしない。僕はねこの中にねしっかり海水を入れて、海水入れてね、重たいけどもうこのまんま海水氷作ってあって、海水をね保冷バッグで保冷剤でキンキンに冷やしておいてね、で家に帰るまでそのままです。帰宅するまで。超重たいけど、今日ねこっち側はこれ伊勢湾なんですけど、来る途中ね三河湾の方見てきたら、三河湾って愛知県って、こうやって足が2本あって真ん中がねこう三河湾って言って、まあ、他にもなんか名前呼び方いっぱいあるけど、まあ、大体この愛知県の知多半島と渥美半島の真ん中にある湾は三河湾っていうんですけど、その三河湾はね今日もねやっぱり多分濁りがすごい。とりあえず今日ここに来るまでに見てきた三河湾はもうものすごく濁ってました。でこっちはね三重と渥美半島、違う、知多半島があって、でこっちに左側にね西側に三重があるんですけど、その間の伊勢湾、こっちはこっちはねそこまで濁ってないですね。ちょっと遠めだけど4色投げるとこう絡むから、よし、ちょうどねその今ちょうどこの波打ち際からね
4色まるっと投げ切っちゃうと、まあ、5色目のラインまで、あ、もう当たってる。5色目のラインまでね、投げ切っちゃうとね、引っかかるっていうのはね、前回の学習済みなので、4色出し切りから手前が限界です。前面の当たりの方が多い気がするな。やっぱ浮き上がりが早くていいね。手前で引っかかる心配がないんで、ほんと手前ね、そこの、どうだろう、1色半ぐらいのところにもね、岩がゴツゴツあるからね、そこをなんとかかわしていきたいんですよね。やばいな、今日は全目だらけだな。なんとかちょっと全目を、全目じゃなくてキスが溜まってるところを探らないと、見つけにするにはもう十分だもんな。今日は当たりがひっきりなしにあるね。とりあえず全目が多いけど、どっかにキスが溜まってると思うんだよな。一応ね、ちょっとずつ投げ分けてはいるんだけど、これはキスはついてると思うんだけどな。多分だいぶ沖から浮いてるからね、何匹ついてるかすぐ見れる。あ、一匹外れた。あ、目ごちキスキスキス。多分ね、今全目フルでついてたんだけど、全目が落ちたかな。真ん中におった、目ごちもいるんだ。目ごちも連れ出しちゃったね。まあいいや、とりあえず型はちっちゃいけどね、キスも釣れてます。型がちっちゃいから今日は炭火焼きかな。炭火焼きを食べて全目の煮付け最高だ、それは最高だ。潮がね、かなり引いて、だいぶ目の前の岩とかがね、あらわになってきました。すごいとこでね、釣りしてますよね。なかなかテクニカルな釣りですが、さっきまでね、よいしょ、めっちゃ潮が引いた。石五貝とね、パワー磯目がね、どっちの方が釣れるかみたいなね、検証をやってて、その動画はね、多分前回公開してると思いますが、結構ね、何頭もしてたので、かなりいきなり状況が変わっちゃいましたけど、立ち位置変えちゃうとね、あそこからのね、今ちょっとさすがに潮引きすぎたんで、前来たけど、立ち位置が変わると位置関係が変わってくるので、ね、おお、いい当たりだ。ほぼ2色出し切り当たり。またね、若干地形を把握し直さないといけなくなるよね、この色でね、分けてある。あー、ここ根があるんだ。多少2色出し切り当たりはちょっと危ないと、多分ゴツゴツしだした。そこの岩かわしづらいな、どうしようかな。いいか、上も前まで来て持ち上げるか。ちょっと巻いて巻いて巻いて、ある程度のところに来たら、よいしょ、よし、とりあえずキスは釣れてます。サイズはともかくね、かなり潮が引いたけど、これまだ全然干潮じゃないからね。これでもまだ干潮じゃない。2時間後ぐらいなんだよ、干潮は。なかなか難しいね。下はハゼ。さて、
まあね、ちょっとね、10時を過ぎるとね、周りのホテルとかのね、観光客がね、チェックアウトしてね、一斉に動き出して、ちょっと道が混み出すのでね、あと日がかなり照ってきてかなり暑いのでね、そろそろ納棺しようと思います。今日使ったこのね、天秤ね、すげえ良かったな。もう本当にこう岩とかがあってすごい汗、岩とかがあって、あ、これ以上引っ張ると引っかかるんだよなっていうギリギリ、まあなんとなくね、ギリギリまでやった後ふって持ち上げると、そこをねすぐ回避してくれるっていうかね、乗り上げてくれる感じで、今日は一回もね重りスタックしなかった。まあね、前回よりもちょっと地形の把握がしっかりできてるっていうのもあるけど、まあこのギリギリまで引けて、でそこからすぐ回収みたいなのがね、前回のブラ天秤だとギリギリまでちょっとここにコーンとかいて当たってね、引っかかっちゃったりしてたんだけど、今回はねかなりトラブルレスで、で投げる時もね、これ固定で1本下まで通ってるのでね、仕掛けも重りもねブレずに投げれてね、すごく安定して使えました。これ次回これの作り方紹介しよう。まあ見りゃわかると思うけど、よし、それじゃあちょっとね暑いんで帰ります。全面祭りだったけどね今日は。よし、帰り際にねちょっとね、最近よく来るとこ来てみたらね、まあ、手前は結構濁ってるんですけど、まあね、向こうに行くにつれてね結構グラデーションになってるんでね、沖の方はちょっとねクリアっぽいんで、一回ちょっとね竿を出してみようかなと思います。釣れそうな雰囲気だけどな。まあ今日まだ一回もねまともに投げてね、フィンガープロテクターすら今日一回もつけてないんでね。当たらないかな、こっち当たりそうな気がするけどな。お、当たった当たった、やっぱいるわこっちにも。やっぱり濁りさえね溶けりゃねいるわ。まあ、今日はねちょっと天秤を試したかったのでね、朝一から根回りの方行っちゃいましたが、ほらいるじゃん。しかもこっちの方がサイズがいい。もうちょっと楽しんでから帰ろう。うわサイズいいなこっちの方が。太い。まあそんなにねサイズ17センチだけど太いよね。おちょ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 、これ今デルナーで投げたんですけど、結構向かい風で、さっきファラウェイの30号で、で今回デルナーの30号で割と似たような感じで投げたけど、デルナーの方はね6色出し切りから負けてます。7色目のラインね、デルナーの方がね飛距離出る感じですね。追い風だったら分からんけど、とりあえず向かい風だとデルナーの方が飛距離が出る感じっぽい。すげえ濁りが入ってきたけどね。また一応境目がねまだらにできてるんで、どうかな。ほれいいサイズ。やったね、寄ってよかった。こっちにも今さっきまでねそこねまだらにね綺麗なクリアな部分が残ってたんですけど、ブワーって右の方からね一気に濁りが来て、もうほとんど一面ね濁りが入った途端にパタッと当たりがねなくなりました。まあここは今日はちょっとねついでに寄っただけなので、釣れたのでよかったね。とりあえずそれではね、当たりも遠のいたことだし帰ろうと思います。僕はねいつもねこの箱の中に海水入れて、でその後海水の中にねこれ保冷剤も入れて、でキンキンに冷えた状態でそのままね持ってきます。で重たいけどね
で結構ねクーラーって上の方って7、8度ぐらいまで上がるんで、まあ、クーラーによるかもしれないけど結構温度高くなってるんですよね蓋付近って。なのでね、あの熱伝導率がいい水に、まあ、海水に魚を入れて持って帰った方が臭みが出にくいと思います。まあ、すんげえ重たいけどね。で今回の釣果はこちら、キスが23匹で全メが13匹とメゴチが2匹です。とりあえずこんだけはね、頭だけ落としてお腹出して塩焼き用にしたいと思います。せーの、はい、一瞬で完成しましたねはい、それじゃあね外で七輪でね炭火を起こしてこちらをね塩焼きにしていきたいと思います。まあ、ちょっとね下処理塩水につけてでちょっと臭みが出ると嫌なんでちょっと塩水につけてからね外で炭火で焼いていきたいと思います。とりあえずね多少火がつきました。まあ扇風機でねやれば早いんだけど、まあ、これほかっといてもねすぐ広がるのでその間にちょっとね後ろで、よし、いい感じでしょ。おいしょと、よっこらしょと、よし、準備完了。疲れた。この辺も食べれるな。ちょっと焼きすぎだな。焼きすぎ焼きすぎ。よし。熱いかな。お、いい感じだ。いただきます。うん。ほくほくで美味しい。うん。忘れ物忘れ物、キンキンに冷えたビール、よっしゃ、お疲れ様です。ああたまらん、あーうま、最高だわこれ。あ、食べれるよ、食べれ、いただきます、いただきます、うん、うん、おいしい、おいしい、うまいやろ、おいしい。よし、夜の部完成しました。ね、キスのお寿司3種類、ね、炙りの昆布締め、ただの昆布締め、全部皮付きです。に天ぷらと煮付け、あ、めごちと全面の煮付けです。よし、それじゃあいただきます。お疲れ様です。乾杯。これ一番搾りのグラス欲しくてさ、全然キャンペーンやらないからグラスだけで買っちゃった。ちょっと嬉しいこのグラスまずは天ぷらサクサクのうちに、いただきます。ちょっとさ、天ぷらの中にさ焦げが浮いててさ、それがついちゃった。うんうん、いつ食べても美味しいね。最高。あー、うまい。さっき外でプールで遊びながら焼きながら飲んでたのはね、もうね3時間ぐらい前です。お次はね、これ全面の煮付け、めごちとね、めごちもね煮付けが好きなんですよ僕。この前やってね、めごち
なかなかね、こうやってポロポロね、骨からね、取れてくれて、身が。ほら、案外簡単に中骨だけ取れます。それじゃあね、目ごちの煮付け、いただきます。うん。まず食感がいい。結構ね、硬くなるんだけど、それがいいな。うん、美味しい。目落ちの煮付け美味しい。煮るとね、すごく歯ごたえがある、しっかり。好きなんですよ。そしてこちら、全目ね。これこの前食べ損ねたからお刺身にしちゃってね、この前は。めっちゃ食べやすいんだよな、これ。卵をもね、一緒に食べよっか、卵の。いただきます。うん、うまい。オスは2匹しかいなかったからね、白子2個しかないけど。うん、おいしい。ぬるぬる残したまんまね、おつゆにするに煮色汁だったかな、忘れちゃった。なんかそういう郷土料理とかもあるみたいだね。あとね、なんか内臓を残したまんま丸干しにして、で干物のなんていうの、丸干し、内臓も全部なんか残したまんま丸干しにする方法とかもあるみたいだけど、ちょっと丸干しはね、内臓残ってるからちょっと管理がね大変そうで、チャレンジはしてませんけどね。はあ、最高だわ。次お寿司いただこうかな、とりあえず。炙り、いただきます。おいしい。ちょっとシャリが微妙だったけど、今日おいしい。でも贅沢だよね、これ。これ多分めっちゃ贅沢だと思うよ、これ。多分お店で出してもらったらいくらすんだろうっていうぐらい。多分キスってそもそもお寿司ってあるっけ。キスのお寿司、とりあえずこの辺ではめったに見ないんですけど、昆布締め、炙りの昆布締め、まあ締めれてるかどうか知らんけど、いただきます。あ、でもすんげえ昆布すげえくる。うわ、これうまい。炙りの昆布締め超うまい。昆布締めって言っても塩昆布だからね、アミノ酸やら何やら足されまくってるんだけど、そりゃうまいよね。うまみの塊みたいなもんだからね。皮付きの昆布締めです。鱗があると厄介だね、これね。おっと、あ、皮残ってても大丈夫だね、案外。ちょっと食感がね、なんかこう縦に筋切りっていうか、なんか皮切っとくといいかもしれないけど、うん、皮がいい食感出してる。ちょっとね、やっぱりね、でもちょっと歯触りはいいんだけど、舌触りが良くないから、これちょっと隠し包丁っていうか、なんかもうなんかちょっとこう切れ込み入れとくといいかも。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。完全に出来上がってるけどね、僕自身は。今回使ったね、この天秤、まあ感度は非常に悪かった。まあ、あの今まで使ってたね、いつも使ってるブラ天秤とかに比べると感度はね、非常に悪かった。悪かったっていうか、まあ、分かるんだけど、なんかこう、なんだろうね、あんまりしっかりこうどういう風に動いてるのか分かんないけど、感度は良くなかったんだけど、こう例えばこう障害物が明らかにあるとして、ずっとこっちから引いてきて、で、あ、こっから先引くと引っかかるんだよなっていうポジションっていうのがね、多分釣りしてるとあると思うんですけど、でもこの手前で当たったりするんですよね、大体。この辺にちょっとね、こう
ちょっとしたこう水道っていうかね、この障害物が固定の障害物とかがあったりすると、その後ろとかにねこうちょっとした筋があったりして、んで大体その辺に来た時に当たるみたいなね、まあ、ここよりもうちょっと多分後ろなんだけど、このこれを通り越したぐらいのところで当たって、でよし当たったと思って巻き出すとコンとこれに引っかかるみたいな、普通のブラ天秤だと。それがこれだとここまで引っ張って、でよし当たったっていうところからひょいってやるとふわっとねこの上を通り越してくれるっていうね、このジェット天秤のこの羽多分なかなかすげえ。これ今回ねすごく良かったです。あの重りね、これ1個しか作ってかなかったんだけど、これでね1回もロストすることなく、トラブルもなく、でこれねこの軸からずっと重りまで1本で来てるから、こうやって投げる時に暴れたりもしないからね、非常に良かった。で多少感度を良くするために半誘導にしてるけど、感度はやっぱりねブラ天秤にはかなわなかったかな。ここの縦軸のねこっちの道糸から来た方をもうちょっと長くすればもうちょっと噛んでよかったかもしれないけど、まあ何にせよ近場で釣ってたのでね、全然当たりはわかるし、でトラブルないし、で手前にこのこうやってずーっと引いてきたこの手前のねこれ固定の根をふわって乗り越えてくれるんで、すごく良かったこれ。で今回ねこちらの形状記憶の砂釣り、前々回前いやもっと前か、まあ少し前にね使ってみたって言ってた表浜で使ってたね形状記憶の砂釣り、これもねちょっとトラブりそうな時っていうか、トラブルっていうかね仕掛けがぐちゃぐちゃに絡んじゃいそうな時はこれ良かったですね。とりあえずハサミで切れないので、これ結構硬くて細くてもねやっぱ金属だからね、硬くてハサミで切れないから、仕掛けがぐちゃぐちゃに絡んじゃうような時、普通の砂釣り使ってると、まあ、砂釣り使ってなきゃ関係ないけど、まあ、砂釣り使ってると砂釣りってこうぐちゃぐちゃになっちゃうとね、砂釣りと天秤の腕と力糸とっていうのがぐちゃぐちゃになっちゃうと、うわどうするこれって、もうハサミで切っちゃうしかなくなっちゃうみたいな、か、まあ、地道に細くほどくかってなっちゃうんだけど、とりあえずこの形状記憶のね砂釣りを使っとくとそんなに悲惨なことにはなりません。どんだけこんなザバンザバンになってても、とりあえずこの形状記憶の砂釣りだけはねピーンとまっすぐ立ててくれてるので、まっすぐに、ね、なっててくれてるから、でもって絡んでもこれ切れないから、もうプチン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 何の気兼ねもなくね仕掛け切って、でくしゃくしゃって仕掛けをね取った仕掛けは丸めてゴミ箱にポイってできるから、そういう意味ではこれすごい良かった。感度もね多少はね良くなってるかなっていう、まあ気持ち程度だけど感度も良くなってると思います。考えてみれば当然なんだけど、全く伸びないから、だけどそこまでの差は感じなかったかな、感度に関しては。とりあえず引っかかりにくいっていうか、その仕掛けと道糸じゃねえわ力糸と天秤の腕とあとこの砂釣りがぐっちゃぐちゃになっちゃうような状況ではね、これかなりいいんじゃないかなと思いました。この前ねレビューし損ねちゃったんでね、ちょっと今回これ、まあ良かったです。ちょっと形状記憶のこの針金、ね、これ 0.4π なんですけど 0.4mm なんだけどね、ちょっとなかなかお高いんで、まあそんなにロストするものじゃないんで、重り自体がスタックして道糸と力糸のねつなぎ目で切れちゃうっていうことがない限りはなくならないので、これかなりその状況によっては使えると思います。はい、まあそんなところか。次回はねこちらの作り方の紹介、まあ見りゃわかるんだけどさ、ジェット天秤ちょっと
プチ半誘導、軽く動く半誘導のジェット天秤の改造の紹介でもしようかな、次回は。はい、ということで今回はね、根回りのちょっとテクニカルなキスの投げ釣り兆候でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。